表で、実は千葉の代表ですね。移動しましたね。はい、埼玉からカーブで移動しましたね。さあ、どうもアイスカ大佐ロボプリクマブリジット、このアマチュアガーザッパータカウンジチーム先鋒戦はプリクマブリジット対するはタカウンジ。最近かなり急成長を遂げてイケメン様の後をついているプリクマさん。はい、3月27、28日かな、なんで。さあ、開幕気合いを持って、まあ火力はかなりというか本当にないんで、なんとかなんとか近づけずに多少にダメージを与えていきたいプリキュアブリジットですが、さあ、バカンジー、ここはどうでも攻めていく。立ち合い風神から立ち合い2回目、超痛い天下スペシャル封じたぜ。動いたところに当たるみたいな。まあ投げてブリジット硬いか。あーっと、さあここで一歩取られてしまったが、パワー系、確かにタカさんとミッチーはまあパワー系ですからね。本当にパワーがこれで押して風神からちょっとテックイン、これはもう一回入ってしまうのか。風神からおー、何もけない。普通のコンボで終了しました。いや、まず席立っちゃった。気持ちいいみたいなね。さあ、先方体操戦となってしまいました。ロボアイスカ大佐ロボとキャラ間違いしてるんで一撃で殺してあげてください。書いてね。おー、性能差が回汚ねえな、まだっけ。モーションだけでしたみたいな。一番右どこが勝ちました。了解です、こちら勝利。はい、じゃあ二大進行でいきましょう。今4やってるから、あ、違う、今真ん中でやってるから、ここね、いや、ここ0回しか、あ、まあそうだね、二大進行しかやるしかない。さあ、いいっすかね、サロボ、ナイスロアタガンジ飛ばす、特に特別な演出はないんですけども、いなかった、キングジョン。いけ、風船吹っ越して、あ、うまそう、ここはスラッシュバックが漏れてしまう。風神から2K イエス、チャンプで飛んで B から B をつないでしっかりつないきる。さあ、よし、飛んでない、しかしガードまで詰まう。立ち合い巻き込まれてしっかり完成コンボ。風神からリアルな 2K2S、 片目とミサイル曲がっていた。ミサイルもう曲がったぞ。サーチしたけど関係なかった。確かにお昼は遅かった。ここだけ先行がロットみたいな。さあ 2K かな、ダメージ。さあ、ノーゲージスタンディッパーを使ってもいいから攻めていきますが、ここを立ち切るからダメダメ。一気に流れを持っていきたいロボカイだが、こっからアンジがのらりぐらりとかわしていく。投げ、マイピを潰して、さあ、真ん中で勝ったのはキサガソルチーム、連戦かな。
さあどんどん冷静にいきましょう、今勝ちましたキサルさんのチームと陽介さんのチーム、陽介さんとカジさんのチーム、じゃんけんの方お願いします。真ん中の練習になります。風神画面中央、この置き手もとりあえずしのがないとかなりどこがきついわ。風神を見て、そして立ち上げコンボはレベル2の3発強発金馬さん勝利ローキャン。あとここはゲージの使い方を間違えてしまったが、とりあえず逃げる婦人カードして直空だから飛んで前へ P を通したミサイルヒット。あと1人、あと1人はといっても夢の対決まであと1人。この山崎さん優しそうな顔してますけど、プレイスタイルは優しくありません。山崎さん KOF のこのアマシュアガーってバーッとってやつがあるんですけど、そのセリフが大好きらしいので。カジさんありますか。カジさんソウル使いのカジさん置いていくのはありました。入っちゃった？ない、まだいるの？さあ、大将戦いつか大差大するわ。このアマチュアがあさったかなりきつい組み合わせだが、あ、来た、来てる、終わってるとさあ、一撃で殺してください、真ん中とりあえず。とりあえず勝利が出ない。ゴールボールは潜っていったが何も起きない。熱波から直がとりあえずゲッツ食べて、青毛が投げないからゴールボール。これ金さんですか。あのリセットゴールはハイレスですかね。これは2P から画面端剣に対してはスライディングダメージを奪っていったが、マイビーダウン中止走ってくる、ダッシュバイク、バースト上海をめくり、しかしレイコンたまらず距離を取りたいが、エンユス先端の前は危ない。いけ、強度は道は優しい、犬が全く来てない、しかし関係ない。デッドアングル、タイムカウントは1、勝利は今消している、捕らえて、これワンチャンスか。さあしかしさすがのロッパー動きが捉えられず、タイムカウントを出てしまうが、ミサイルって近づけたくない。勝利2ラメント犬が出てタイムショット、アワーソーバックステップ2敗を潰して上海バナでこけてドラマーチューって突っ込んだ。さあ勝ったのはこのアマチュアがナッパです。お疲れ様でした。本当にお疲れ様、気づいたら。はい、じゃあそれでは勝ちトーナメント準決勝いきたいと思います。アインカイ012ソルチーム対するはドグランジャム O2 アクセルチーム。ジャム使いのドグランさんいた、じゃんけんしてください。お兄さんとこれなんか糸橋の挨拶らしいですよ。いや、三大進行じゃなかった、何時間があったんだこれ。あ、三大進行だった、今二大進行だけど2時間かかる、ギリギリ2時間超えるか超えないかな、これ1時間40分だよ。Thank you.
さあそれでは勝ちトーナメント決勝戦じゃない準決勝いきましょう。準決勝第1試合、アイン会ゼロイチニソルチーム対するはドグランジャムオーツアクセルチーム、前方戦はオーツアクセル対するはアイン会。さあ行きましょう準決勝第1試合。さあ最近大活躍のオーツアクセル、ここに来てアイン会をしっかり触ることができるか。ダメージ追い込んで足まで続きがバックステップに刺さっていくアーキンエースがホールドしのいでいる。連戦でスターウェイチを消すものダメなしにどん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 追いやられてしまう。前ハイを当て身で取って追加でしっかりダメージアップ、ダメージを背負わせて怒るバースト。さあ大作戦でかなりうまい、ターシャに捕まえさせない。ここで触りに行ったアインカイがシャージャーを煽りの連携でしっかり捉えて体力逆転。ストレッチ青キャンガードしている。タッチ P から 3P ガンバ1本持っていったなオスアクセル1本選手。さあ真ん中の台勝ちましたのは岸坂さんの試合ですね。はい、じゃあキッサラさんのチーム本当申し訳ないですね。超連戦でレイド審査チームとです。逆あ、嘘嘘、ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあどこだ、こちらですね、レイドチームが勝利ですね。はい、じゃあ陽介さんのチームとここはじゃんけんお願いします。こういったらね、陽介さんと梶さんのチーム真ん中の台で試合だよ。あジョニオが試合なんで代わりに実況させていただきます。さあ 1P が大将に出てくるのはレジェンドソルことオイニーソル、レジェンドソル、いける伝説まだ引退してないけどもう伝説ですね。さあ立ち合いからしっかりカウンター確認、首をかしげながらワンポポ。さあ見ている、さあ投げかく、カウンターしている。あーバッグロスキル、なんかお兄さんがコンボやってるとなんか安心感ありますよねまあまあノブさんはね、まあぶっきらすかしちゃうからね、大ダメです。おっとガンフレームカウンターからこれは減る。さあしっかりめくりダメ足、さあいやらしい攻め、上にも逃がせない。おーっと梅丸か、さあバーストは打てない、今バースト読んでいる。あー今のはタッチパー見てからボルカですかね、ちょっと打っちゃった、打ってみた、はいはいはい、なるほど、鈴原ボルカですね今のはね、鈴原ボルカ、梅原ボルカならぬ鈴木ボルカだから今鈴原ボルカ。さあ大将出てくるのは今日は何や出てるのかな、名前あドグランジャム、多分あの映画のサクランをかけた名前ですね、ドグランさん来てるし。おっと、あ上を見ている、ボールから落として、あー2回は取れない、
バーネットピンがこれこれおっとザムの空中判定がおかしい当たらないさあコンボミスったところにコンボを仕返してあっと見えないさあたまずサイク打つさあボルカさあ余命が熱いさあ激は飛び越えてやっぱ怖いさあ立ち回りになるさあだが一発で突き出ないさあ暴れたところを逃さない一本選手は大いにセイソルセイソルじゃないソルさあガンガンキャップを打っていく人間するとただの中央に見えますけどこれはマイクイズムですねさあカウンターからこれはバスカップおっとこれはおっと高さが合わないさあ上を見ているさあ安定で落としてゲージ75様子見裏回ってさあ立ち切り友人から突撃入ってこのヘリさあ殺しきれるかさあコンボがうまい11おお見ているさあこれたまらずスパイクさあガンガン立ち消えを振っていくさあ長いパワークリットからワンコンボしっかり落として3割強さあ珍しいインバーソンさあこれは来い2回目はバルティーキャンプシーションさあこれはどうなるさあガメ足溜めてライオット強気さあ直撃から音を繋いでいくさあどうなるガメソルあったこれは攻撃寄せ秋はグラブセガで見れた最後オイニーのドラゴンインストール勝ったのはオイニーアインチームお前最後ビビっただろお前最後ビビっただろ俺がジャンプしてビビっただろそれでは準決勝ロボカイ使いのドグラさんロボカイ使いのドグラさんあと井上対するは、このアマチュアがザッパーと、タカさん。